宮本武蔵、お前そっちの世界じゃ有名な武人らしいじゃねえか。おう、あんたも相当腕が立つらしいな、孫作。挨拶代わりっちゃなんだが、立ち会ってみるか。うん、話が早いじゃねえか。けど今はやめとくぜ。どうした、臆病風か。そんなわけがあるかよ。俺とお前が立ち会ったら止まらなくなるだろ。もし怪我でもしたらみんなに白い目で見られるぜ。この大事な時に何やってんだってか。確かに俺らじゃ加減ができねえだろうしな。けどあんたとは勝負しときて。あ、しばらくは戦での手柄争いだな。そんでよ、全部片付いたらそん時こそ俺たち二人心ゆくまで楽しもうじゃねえか。わかった。この奇妙な戦にもこれで張り合いが出たってもんだ。そんじゃこれからよろしくな。俺とお前一緒に突っ走っていこうぜ。あら、直政殿、少しいいかしら。あなたは蓮氏殿でしたね。一体何でしょうか。頬のあたりに小さいけれどかすり傷があるわ。可能するといけないから、よかったらこの塗り薬を使って。ありがとうございます。こんな小さな傷、よく気がつきましたね。姫様や孫賢様、無茶する人をそばで見てきたから、つい無事か確かめる癖がついてしまったの。でも出会ったばかりの人にいきなりごめんなさい。謝るようなことではありません。お気遣いありがたくいただきます。よかった。これからよろしくね、直政殿。雪村たちの熱意がロキを再び動かした。ロキはケラウノスを連合軍に引き渡して去る。これでオーディン打倒の下準備は整った。連合軍はすぐさま破壊神のもとに向かう。そこにはオロチもいるはずだった。破壊神を倒しユグドラシルの完成を阻止する。そしてオロチを倒し腕輪に力を込める。これら高く分厚い壁を人間たちは越えなければならない。ところでオロチとは一体何なんだ。何故滅びを求めている。奴はもともと我らと同じ戦界の住人、名を王竜といってな。正義感が強く武勇に優れた少女だった。それがなぜ滅びを願う魔王に。悲しい行き違いで奴は天帝に刃を向ける大罪を犯した。その際魔物を封じていた心境が悪い。悪しき気を一身に受けた王竜はオロチへと変化した。わしらはなんとか奴を捕らえたが、罪が罪だけに永遠の罰を与えることとなった。それを逃がしたのがダッキじゃ。永遠の罰から逃れるために世界を創造せし魔王オロチよ、その輪にこの信長が立ってくれようぞ。そうじゃな、それこそがオロチの望みでもある。みんな全力で奴を撃ってくれ。
我らをユグドラシルに近づけんつもりだ。さすがの重要だ。まずはあそこにいる破壊神を撃つ。我も復帰と共に続かん。わしらがあの破壊神に近づけばもう一人のオロチきっと現れよ。うまくせる妖魔軍と戦わずに済むやつし、妖魔ども手を出さずに置こう。相手はいずれも棒の者。気を引き締めてかかるぞ弁慶。抜かりはねえよ義経様。いい獲物がわんさか手に入りそうだぜ。敵中打ち取ったり。私を差し置いて目立つけいい度胸だ。急がねばユグドラシルの完成は近い。かん妖者を思わせる。あれが破滅を呼ぶ兵器か。燃えよ我が家に我が魂。この力で必ずや止めてみせる。ダッキラの目論みはよく知らん。だが世話になった恩義には報いねば。それでためらいもせずに神を敵に回すか。人間とは実に面白い。これ以上ユグドラシルに近づけるな。進め。本気で行くよ。破壊神の道はまだ開けんか。悠長に構えて揺れんのじゃ。ご覧あれ。それなりの腕だがまだ余裕。さらに励め。姫だ過去じまえ。押し潰してあの方に屍を捧げるのだ。妖魔との戦い避けられぬ。奴は必ず決闘が決せよ。真田の戦ご覧あれ。オロチ様こっちのオロチ様まで待ちわびたぞオロチ。あっちのオロチ様まで。妖魔どもよ我に挑め。前も後ろもオロチ様もう最悪だ。くそ全軍進撃しろ。このままでは挟み撃ちじゃない。妖魔軍には引き受けよう。お前たちはユグドラシルを狙え。アレスも気が回るようになったものだ。いい神になれるだろう。オロチ様と本気で戦うなんてドキドキしちゃう。ほらあんたたち手を抜いたらギタギタにするわよ。貴様も本気か。やりしかあるまい。武将を打ち取ったり。今日のダッキちゃんの目がマジや。ドドちゃんたちかわいそうになってきた。見事励む。力を合わせましょう。わかりました。マリン、この程度でも我は滅びぬ。おお、やるぞ。その調子で以後も励むのじゃぞ。やつら散々こき使うが、打ち取ったり。これまでの疲労を詫びてもらえるか。簡単に頭を下げるような連中とも思えん。こちらが膝をつく羽目にならぬ場合。メッセイ加減はせぬぞ。織田軍の角屋という苛烈な世。俺の力を思い知る。妖魔に同情はない。ジェポーンよ燃えしろ。真田の一派ご覧あれ。軽んな少女や表舐めとったら撃てまうで。これほどの対戦見たことはない。燃やし尽くせ。いや驚いた。オロチも大したものだ。力を合わせましょう。分かりました。
父上、感心しておられる場合ではありません。オロチが起こした大戦、何度も戦いに来た。こそ燃やし尽くせ。驚くべき存在。それなりの腕だが、まだ未熟。さらに励む。破られたいならやってあげるわ。おえよ我が家に我が魂。やっぱりこっちのオロチ様がいい。この感じ続々来ちゃう。わしも俺に挑む。そうそれそれ、もうたまらない。やっぱりついていくならこっちのオロチ様ね。貴様らなら滅びを呼べそう。俺のオロチ様は宿難は俺。たけき者は滅びを求める。ヨモリを操る怪物、我が滅ぼさん。私が怪物を抑えている今が来ぞ。ヨモリを撃たん。ウケイ、ヨモリのおっさんのとこには行かせないぜ。ほら怪物ども、炎をお見舞いしてやんな。悟空、よほどこの世界と相性がいいらしい。さっさと終わらせればどう。やられちまったか。第三刀。ヨモリ、この程度で我が満足すると思った。僕に任せて。我が輩が直々にお相手を捕まつ。この瞬間、ここに成就せり。ヨモリを撃てば目指す者に届こう。撃ち取ったり。オロチ様、我が愛を生かすなら旅の時まで再び友を捨てる。もはや滅びは避けられん。見事だ、励むだ。それなりの腕だが、まだ逃げている。さらに励む。見事決して。お主の合力、まさに無双じゃ。真田の戦、ご覧あれ。終わり。おえよ我が家に。貴様らにはさあ。オロチ。すべてを破壊するまで。ヤツの力が増幅しておる。あの木と共鳴しておるのか。我はオロチであって、オロチにある。世界の意志に従い世を滅ぼす者。人も神も全て滅びよう。今滅ぼのは貴様じゃ。我、僕に任せて。真田の戦、ご覧あれ。滅びをもたらしに信長の望みは滅びにあれ。共に駆け歩みを進めよう。
様は変わらぬ。何度会おう。僕に任せて。本気で行くよ。連合軍に加われば鋭達な道は開けるはずだ。なぜ未来になった私はオロチの相手に。力を合わせましょう。わかりました。永遠の眠りについたか。今度こそ安らぎの時が妨げられなければいいがの。うん、奴の悲願見届けたい。この異界は魔王が己を滅ぼすための舞台。滅びを恐れる神が兵器とすべきものではない。しかしまた魔王が蘇るとは思わなかったよ。もう二度と会いたくないものだな。あら、それはどうかしら。ダッキー、まだ諦めておらんのか。もちろん、オロチ様と一緒に遊ぶのって最高に楽しいんだもの。さっきの戦いもすごく刺激的だったし。ジャンヌ、全力を尽くしたものの我が輩たちは、そしてオロチ様は敗れた。もはやオーデンにつく意味は皆無。ウケン、オーデンってさ強そうだし
戦ったら面白そうじゃない。さまざま俺たちヨーマはオーディンの配下ではない。ただ魔王オロチ様に従う存在よ。このままでは俺たちヨーマもいずれ力を吸われて消されるかもしれぬ。あんな神の餌にされるなどごめんだ。とにかくオロチ様が復活するまで私たちもあんたたちも滅んじゃ困るの。だから一緒にオーディンを止めてあげる。実に身勝手な言い分ではあるが、戦力が増えるのは歓迎する。オーディンという火種は厄介極まりないゆえな。味方に引き入れ妖魔を縛るか。それも良い。ちょい待ち、ダッキちゃんがそっちに行くならうちもついてく。俺も怪物に襲われていたところ、ダッキに救われた恩義を果たしたかっただけ。よければ共に戦わせてもらいたい。俺様はもちろん義経様に従うぜ。ずいぶん面白い陣容になってきたな。人間、神、仙人、妖魔、烏合の衆が神を超えるか。心ゆくまでいたぶってあげる。強い相手はどこだい。仲良うしてな。陰陽無事あだ常なるは我が輩。やあやあ、我こそは源の義経なり。どけどけ、弁慶様のお通りだぜ。目のつけどころが違うな。すべて踏みつぶしてくれるわ。どうせ奴らはこの水師様に撃たれるのだ。うん、いい気分だね。オロチの力は無事それぞれの腕輪に込めた。これでオーディンと戦えば二度と復活は叶わぬはずだ。ユグドラシルの完成は何とか止められましたが、ここまで成長を許した以上オーディンがどう出るか分かりません。うん、ここまで来れば奴の力でも育てられようしな。それにオロチと破壊神、大きな影響を持つ存在が消えたことでこの世界の均衡が崩れつつあります。そのせいか時空が歪み幻影なども現れている様子。オーディンの元へ行くには時間がかかりそうですね。しかし迅速に進まればオーディンを倒す前に世界が壊れてしまうか。ええ、立ち止まっている暇はありません。何としてもオーディンの野望を止めましょう。全ての世界を、人を、
神を守るために。戦場をコン…ようなた、相変わらず好戦的じゃないの。旋回でも俺がちょっといたずらしただけですぐ討伐に飛んできたもんな。急がないとスサノオやオウリュウに取られちゃって戦えなくなっちゃうからね。そんなのもったいないよ。これこれこれだもんな。お前現役妖魔が選ぶ討伐に来られたら嫌な千人上位3名に入ってるって自覚ある？面白そう。誰誰教えて。自覚ないね。ったく、まずは当然スサノオだ。慈悲どころか血も涙もねえカラッカラだぜ。対局を見てるからって犠牲多すぎませんかっての。で、オーリュウ、人情派で苦しむ民の涙でズブズブに濡れてるのよ。思い込んだら命がけ。もう秩序秩序秩序ってそれしかねえんだもんな。へえ、オーリュウとはまだ本気で戦ったことないんだよね。やってみたいな。それよそれそれ、それがお前が上位入りする理由。僕強いやつと戦いたい、だからやろうよって無邪気に笑うのって相当怖いからね。それを言うなら悟空の戦う理由だって強いやつと戦うためでしょ。悟空も僕と同類ってことじゃないの。銀、意外な共通点じゃない。俺も実は妖魔から嫌われてたりして。まあそんなわけないか。えい、そこのヒゲのマスラオ、ずいぶんと立派な獲物を持ってるじゃねえか。ヒゲの拙者のことでござるか。いかにもこれなる青龍円月刀は重さ82斤、この関雲長のために作らせた特注の一品よ。ほうほう、なるほど。確かにこいつは実にいい。自慢げに語るのもわかるってもんだ。さて、その自慢の青龍円月刀、俺様によこしてもらおうか。ふん、お主何らかの教えに帰依するものに見えるが、その実ただの野党の類であったか。なんとでも抜かしやがれ。こればっかりは俺様の生きがいってやつだ。お釈迦様でも止められやしねえぜ。ならば腕ずくで奪ってみよう。だがそうやすやすとはいかぬぞ。っておい、いきなりすげえ気迫出しやがって。てめえ、とんでもねえもののふじゃねえか。欲にくらんだ目が少しは冷めたようだな。ならば心端に刻むがよい。青龍円月刀はこの関雲長と一心同体であると。もったいつけやがって。いいか、俺様は諦めちゃいねえからな。いつか必ずそいつを手にしてみせるぜ。